皆さんこんにちは、ジャッキーです。はい、今回はねめちゃくちゃ簡単なのにね、ちょっと本格的に見える和風のきのこあんかけ料理。今回はね、お豆腐と秋鮭を使ってめちゃくちゃ美味しいねきのこあんかけを作りましたんで、これぜひね作ってみてください。ほんときのこのね、いろんな香りが混ざり合いね、もう結構複雑な味で、しかもあんかけの合わせ調味料もめちゃくちゃ覚えやすい比率がありますんで、そちらも一緒に紹介しますんで、この比率を覚えておいたらいろんな和風のあんかけに応用できますんで、どっか冷蔵庫とかにねメモして貼っといてください。まあもしくはね、忘れないようにチャンネル登録していただいてね、見返せるようにしといてください。今回のきのこあんかけマジおすすめです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、まずはこちらキノコ類ね。まあ用意していただくキノコ類はお好みのもので構わないんですが、今回はね椎茸2枚、そしてこちらねなめこ1パック、もうつるっとしてて美味しいですよね。あと舞茸を1パック使います。お豆腐1丁、これだいたいね 400g ぐらい入ってます。もう京都が誇るね豆腐ブランド男前豆腐の鍋豆腐を使います。あの普通のね絹ごし豆腐や木綿豆腐で構いません。お好みの豆腐を使ってください。もしねこの男前豆腐スーパーで見かけたら使ってみてください。めちゃくちゃうまいです。秋鮭2切れ、だいたい 200g ぐらいです。あのお塩とかをしていない生鮭を用意してください。今回はねまあ秋で美味しそうな秋鮭がスーパーにあったんで、この秋鮭を使いますが、もう少しね寒い冬なんかになってきたら白身のねあのタラなんかを使っても美味しく作れます。はい、そしてこちらがね今回のあんかけの味の決め手、合わせ調味料です。この合わせ調味料はだし汁が6に対して酒とみりんと濃口醤油を1の割合で混ぜ合わせたものです。今回はだし汁が 300cc に酒、濃口醤油、醤油、みりんを 50cc ずつ合わせました。あの詳しくはね説明欄に記載しておりますんで、そちら参考にしてください。6対1対1対1です。はい、そしてねちょっとあんかけのあんに風味とね鮭なんかを入れた時の臭みをねごまかすためにおろし生姜も少し入れます。もちろんあんかけにするので水溶き片栗粉、こちらでとろみをつけていきます。適量用意してください。材料は以上です。まずはこちらね、秋鮭の下処理からしていきます。このね、秋鮭、もしね、皮の方に鱗がたくさん残ってる場合は、もう皮を取り除いていただいて構いません。今回は綺麗に取れてるんでね、このままいきます。皮がある方が美味しいね。まずね、秋鮭の表面に、ちょっと分量外ですが、お塩。軽くね、パラパラっと振りかけてください。裏表にね、お塩をしちゃいます。これで鮭の余分な水分が抜けて、嫌な臭みも一緒に取れますので。まずはお塩を表面にした状態で、こちらね、10分から20分置いておいてください。そうするとね、お塩が染み込んで、軽く下味がつきながらね、お塩のパワーで余分な水分や臭みが浮き上がってきます。はい、お次はお豆腐ちゃん。あー、見て美味しそう。最高だよね、男前豆腐。お豆腐の方はね、もう適当で構いません。食べやすい、まあ少し大きめにね、コロコロっと切ってください。今回、絹ごし豆腐を使ってるんで、ちょっとね、やっぱ、煮崩れしやすいので、大きめがいいかと思います。はい、こんな感じ。そうしましたらこのお豆腐ちゃんね、このキッチンペーパーなどをね2枚重ねぐらいにしていただいて、少しキッチンペーパーの上に乗せてね挟み込んで余分な水分を取り除いておいてください。軽くで大丈夫です。こんな感じですね。適当でいいのでキッチンペーパーで軽くこう挟み込んで豆腐の余分な水分を切っておきます。はい、こちらキノコ類なんですが、このなめこ、これはもう袋を開けてそのままね使っていただけたら OK なんで、このままで大丈夫です。あとは椎茸と舞茸ですね。まずは椎茸ちゃん、これね軸まあ軽く切り落としてください。そしてこの軸の方もねもう食べれますので、もしこの切り口の硬いところがあったらね切り落としてください。そうでもなければ軸の方は、はい、こんな感じでスライスしてください。適当で OK です。そして傘の方もね普通にスライス、もう適当で OK、 ポンポンポコーンと切るだけでいいです。こんな感じ、2枚とも軸も傘もスライスしてください。はい、そしてこちら舞茸、舞茸はもう手でねこうやって裂くようにポロポロっと食べやすい大きさに裂いていってください。キノコ類はね本当は手で裂いた方がね味の馴染みがよくね香り
りも良くなって美味しいので、はい、こんな感じ、もう適当で構いませんので、ポロポロっとね、いい感じの大きさに裂いてください。結構大きいなと思ってもね、この後あんかけにしてね、火を通すと縮んじゃいますんで、ある程度の大きさ保ってる方が食べ応えあります。はい、こんな感じ、もう適当に手で裂いて分けていきます。はい、OK。 はい、こちらね、なんだかんだ準備している間に鮭の方にお塩回ってきました。うっすらとね、お塩が溶けて表面に余分な水分などがにじみ出てきますので、この状態で一口サイズに切り分けていきます。もう今回は皮付きなんでね、サクサクっと切っていただければいいです。もしね、骨なんかが残っていて気になる場合はね、しっかり取り除いておいてください。その方が食べやすいです。もうこんな感じで OK。コロコロっと切っちゃってください。このあんかけね、私マジ大好きなんですよ。当店のバイトちゃんのまかないとかにもね、いろんな魚で作るんですけど、結構評判のいいあんかけ料理。はい、鮭はね、こんな感じ。そうしましたら、この鮭ね、さらに美味しくするために、さっと湯通ししていきます。はい、こちらね、お湯を沸かしてください。その中にお塩をして切り分けた鮭、はい、ドボッと入れます。はい、こんな感じね、10秒ぐらいで構いませんので、さっと茹でたらもう引き上げます。そしてこちらね、冷水につけて一気に冷ましてください。こうすることで、表面に残っている汚れやぬめり、あと余分な臭みなんかも抜けますので、しっかり冷やした後にね、表面をさっと優しく手で洗っていただいて水気を切っておきます。これで鮭の下処理終わり。もうこれで臭みなく美味しくいただき、はい、美味しいあんかけ仕上げていきます。もうね、材料の下準備が終わったら超簡単。はい、こちらね、お鍋の方に合わせ調味料を全て入れてください。6対1対1対1のやつね。そしてそこにキノコ類も全て入れます。椎茸、舞茸、はい、なめこね、こちら入れてください。まずはこの状態で火にかけます。火力は中火ぐらいで OK です。まあ、ゆっくりと加熱しながら煮立ってくるのを待ってください。はい、こんな感じですね。ちょっとボコボコっと煮立ってきましたら、このね、なめこがちょっとね固まってるんで、バラバラにほぐしてさーっとかき混ぜてください。キノコをね、バラバラにいい感じにね、なじましてあげます。そうしましたら、ここに用意しておいた湯通しした鮭すべて入れます。そしてね、水気を切っておいたお豆腐、こちらもすべて入れてください。今回絹ごし豆腐を使ってるんで、崩れやすいんで優しく入れてくださいね。お豆腐も入れちゃいます。はい、そしたらね、火力を少し弱めてください。ちょっとポコポコっと優しく煮立つ感じ。そしてね、全体がこの煮汁に浸かるように、まあ軽く混ぜてください。はい、この状態でこの秋鮭に火が通るように、まあ3分ぐらいですね、ゆっくり煮込んでください。鮭に火を通してお豆腐に味をなじましていきます。3分ほどグツグツと煮込んでください。はい、煮込んでる途中ね、アクが浮いてきますので、丁寧に取り除いてください。はい、3分ほどコトコトと煮込んで味が馴染んだら、ここで生姜を入れてください。あんまり早くめにね、入れすぎると生姜の香りが飛んじゃいますんで、もうこれはお好み、適当にいっときましょう。小さじ1杯2杯で OK です。はい、そしたらね、優しく生姜をなじましてください。あとはね、溶き片栗粉を使ってとろみをつけていくだけです。はい、一旦火を止めます。火を止めてね、水溶き片栗粉を加える方がダマになりにくいんでね、優しくかき混ぜながら全体的にもうお好みの硬さにしてください。この後ね、最後ひと煮立ちさせて仕上げるんで、気持ち緩いめのね、硬さにしといてください。火を入れると硬くなります。はい、こんな感じでとろみをね、お好みの感じでつけちゃいます。はい、いい感じのね、とろみになったら再び火をつけてください。もうすぐにね、今度は沸騰してきますんで、優しく混ぜ合わせながらね、ちょっとボコボコっとしたら30秒ほどね、煮立たせてください。全体的に30秒ほどね、煮立たせて片栗粉の粉っぽさを飛ばしてあげます。はい、もうこんなもんかな。全体的に煮立っていい感じのとろみになってれば OK。 はい、盛り付けていきましょう。美味しそう。今回のね、分量で2、3人分ぐらい食べれるぐらいね、
結構たっぷりできますんで、分量調節しながら作ってください。はい、もう残りはバイトちゃんに置いときます。うわ、マジうまそう。はい、最後仕上げね、もうこのまま食べても美味しいんですが、お好みでね、刻みネギとか三つ葉なんかをトッピングしていただいて、こちら秋鮭と豆腐のね、和風トロトロあんかけの完成。それでは、キュームをいただきます。あー、うまい。めちゃめちゃほっこり、こう複雑な味になってむちゃくちゃ美味しいです。いや、ほんとこのね、お豆腐もしっかり温まってて、生姜の香りも効いてむちゃくちゃ美味しいね。和風のキノコはもうご飯なんかにもおすすめです。マジやばい。やっぱキノコあんってマジうまいよな。秋鮭もいい感じ、最高に美味しいわ。いや、もうやっぱあんかけにしてるんで熱々なんでね、ほんとこれね、寒くなってきたらね、めちゃくちゃおすすめ。これからの季節大活躍すると思うんで、この簡単なね、あんの黄金比率を覚えてどっかにメモしておいてください。間違いなく美味しいです。かなりおすすめ。うますぎ。